ミスターグリーン放送局始まります。4日連続ポケットモンスター騒動のことについて、動画で実況してるんですが、前回が、シーソーコンビが出てきて、まあ、悪さをするというか、ポケモンたちを無理やりダイマックス化させて、なんか暴れさせてるような感じのストーリーになっていたので、今後の展開、伝説のポケモン、ザシアンとザ・マゼンダが、どのように捕獲の方に展開が進んでいくのかっていうところも見どころだと思います。では早速始めていきたいと思います。4つのスタジアムを回っていくというか、ダイマックスやポケモンが、まあ、暴れているというかっていう感じになっていたと思うので、今から回っていきたいと思います。 1,2,3 あ、この4つのジムですね。ジムで、まあ、ダイマックス巨大化したポケモンが暴れているという。ナックルシティのジムの方に向かいたいと思います。あ、グリーン、ヒーソーコンビなんだけど、この扉に入っていたの見た人がいるんだって。でも、電子ロックが解除に時間かかりそうね。エレベーター今使えないようだ。お前らナイスタイミングだな。ジムスタジアムが限界寸前だ。ダイマックスだポケモンかよ。何匹も暴れ回ってんだ。願い星の力は悪用されているのですよ。なるほどね。それも問題だが、まずはダイマックスポケモンだろ。ま、お前らが来てくれたんだ。もう片付いたも同然だな。このために来たんだぞ。な、グリーン。任せてください。やばいな。俺ら最強チームじゃねえか。特にネズ、トーナメントのお前との準決勝、手こずらされたよな。うまく俺のダイマックスポケモンを封じてよ。今回は仲間として手分けしますかね。おう、一人、一匹ずつおとなしくさせてくれ。頼むぞ。あ、これはドラゴンタイプのオノノクス。エースバーン。そしたらエースバーンでダイマックス化させて。ダイバーンだって今一つなのか。ドラゴンタイプにはドラゴンがいいかな。でも無限大な、そういえば入れました。まあ、戦って強いってこと分かってたんで。毒ドラゴンなんで、多分、無限大な使った方が効果抜群になる。ただ、向こうがドラゴンタイプなんで、ドラゴンタイプ同士だと、両方効果抜群になっちゃうんですよね。そこがちょっとも、問題というか、気になるところではあるんですけど。わあ、結構くれますね。ちょっとここで試してみます。あれ、使えないんですね。そしたらルーのダイマックス砲、ダイマックス砲行ってみましょう。おお、初めて使うんですけど、すごい強そうですね。ダイマックス4。おお、一発すごい、これはすごいぞ。全く、ダイマックス化しないで、オノノクスを倒してしまいました。さすが、無限ダイナ。お前ら最高だよな、ほんと助かったぜ。よし、剣に一枚取っておくぞ。暴れていたポケモンたちは保護するから安心しなよ。グリーン、困ったことがあればいつでも呼んでくれよな。グリーンはキバナのレアリアクリグカードをもらった。アルバムにしまった。キバナ様はいつでもどこでも駆けつけるからよ。あとネズ、また勝負だぜ。今度はダイマックスなしでな。
願い星は悪用だっけ？お前らそれを調べてるんだろ？ナックルスタジアムは俺様に任せて先を急ぎな。シーソーコンビが大量に願い星手に入れたからダイマックスさせられたポケモン多くなったんだよな。これからもっと大変になりますね。ダイマックスが暴れているスタジアム残り3カ所、テンポ上げていきましょう。モンスターボールの人がいる。あ、特にもらえるっていうわけではなく。そしたらタウンマップ使って空飛ぶタクシーで、じゃあ左の方行きますか。ゲーセン入って回復してから行きますかね。無限大なのすごいですね、一発で倒していました。皆さんもしや、セゲラスに来てくださった？まあ、付き合いですかね。どんな状況ですかね。今しがた顧客の避難を終えて、これからダイマックスたちのお相手をいたそうかと。よし、みんなに力を合わせるぞ。コール使い、染み入ります。相手は複数ですので、一人一匹ずつお相手よろしくお願いします。では参ります。岩タイプのジムだと岩ポケモンが出てくるとか、水タイプのジムだと水タイプポケモンが出てくるとかっていうシステムなんですかね。さっきからそのような感じがしてます。あー、多分でも岩だったら多分あのダイナックルとかの方が効くんじゃないかなっていう。なく あんまり効かないですね。でもそしたらあれだな、第6か、これも効果抜群か。結構食らうな。さて次は、ダイバーンを使っていきたいと思います。おお、一気に食らった。あー、これはやられました。ここで無限ダイナを出します。あー、ダイマックス砲。皆さん感謝します。ダイマックスしてたポケモンたちはおかげさまで元のように落ち着きました。彼らはこのスタジアムで保護いたしますのでご安心ください。グリーンさん、今度は私が助け立ちします。困った時はお呼びください。サイトのリアリーグカードをもらった。アルバムにしまった。
他に助けを求めている方がいるのなら言ってあげてください。ラテラルスタジアムの平和は私が一生懸命守りますゆえ。あ、グリーン、他のとこで暴れてるダイマックスポケモンも早く何とかしてあげるぞ。残るポケモンスタジアムはあと2つですかね。右のキルクスタウンに飛びます。回復してから向かいます。あなたたち早く避難してください。誰に物言ってるのです。助けられるじゃなく助けに来たんですよ。もっとよく見ればあなたたちでしたか。グリーンが来たからにはもう安心だぞ。暴れてる何匹ものダイマックスしたポケモンたち、どう対応しようか考えあぐねていたのですが、あなた方がいるなら、かっこ撃破が可能です。ではバトルコートへ急ぎましょう。ガイアス、ダイマックスで、まあ一つでも、あ、ダイナックルだとここが抜群なのか。じゃこれでいきまーす。あんま食らわない。これはダイバーの方が良いんじゃないかっていう感じがまたしてますね。第6、これはまた効果抜群だーってね。ダイバーン、やっぱこっちの方がちょっと食らう。そしたらギャラドスかな。だからハイドロポンプか抜群、あまり食らわない。おお強い。そしたら無限ダイナ、よし、ダイマックス方行きましょう。おお強いぞダイマックス方。次回ちょっと無限ダイナを先頭にしてみますかね。
お疲れ様です。皆さん、怪我はありませんか？はあ、ギリギリなんとかな。一人ダイマックスポケモンを相手にするのは、やっぱ大変だぞ。ふふ、グリーンさんはもちろんですが、ホップさんもなかなか頼もしいトレーナーですよね。へ、褒められ慣れてないのか、にやついて嫌がりますよ。もう、うるさいよ、ネズさん。さっきのポケモンたちは僕が面倒見ますから、心配するとも良いですよ。グリーンさん、お礼というわけではないですが、僕のリーグカードです。グリーンはマクパーのレアリーグカードをもらった。アルバムにしまった。何かありましたら連絡してくださいね。それでは皆さんの健闘を祈ってますよ。スタジアムのダイマックス騒ぎもだいぶ落ち着いてきた。混乱していくぞ、グリーン。ダイマックストラブルの起きているポケモンスタジアムあと一つ、さっさと終わらせてしまいますかね。このアラベスクタウン、ここでポケモンを入れ替えます。無限ダイナを先頭に、レポートも書いておきます。これラストですね。ラスト1ジムということで、どんなダイマックスしたポケモンが出てくるのか、それを止められるのか、そこは見どころになります。はい、あなたたちビート、ダイマックスは僕が苦戦するとでも、エリートでフェリータイプのジムリーダーの僕が、そういえばジムリーダーだったな、エリートかどうかは知らないけど、もしかしてですよ、今頃助けに来たとか、そもそもエリートの僕にサポートは必要ないのに、相変わらずだぞ、心配してきたんだぞ、面倒なジムリーダーです。今後のジムチャレンジも大変なことになりそうですね。オリーブさんに騙されて、いいように使われていた僕、今こそ自分の生き方を自分で決めるんですよ。では、はじめにグリーンさん、僕と勝負すべきです。あのすいません、そんな場合じゃないぞ。クイズ、全問正解の坊や、行き急いじゃダメだ。ビートはダイマックスポケモン一人で3匹も収めた。あんたらに時間をプレゼントしたようなモンスター。そもそもビートの人生に他人が口を挟むのはなしさ。もとも私はめちゃくちゃ影響を与えてやったけどね。そういえばそうでしたね。まあ、さすが88歳。年の子ってやつですかね。ポプラさんは関係ありません。これは僕のための戦いです。さあ、選択肢は一つイエスだけですよ。戦いよう。生まれ方僕と、お米たちの素晴らしさ、ちょっとだけ見せてあげますよ。こういう定価になるか。無限ダイナーで、トップだったんで、ちょっと、ダイマックス砲が、強いですね、やっぱり。ダイマックスを一回行ってみましょう。効果抜群の解放者より追記は、あ、効果ないんだ。じゃあ解放者で行きましょう。おお、一発。無限大が強い。使わないと。ここはダイマックス4ですね。効果ない。なぜ効果がない。効果なしって書いてありますよ。本当だ。クロスポイズン。お、毒になった。あ、やられちゃいました、無限ダイナー。毒の毒を浴びてる感じで。デスバーン。
ンボール。え、こんな食らう？ギャロップってガラルのやつか。いまいちタイプがよくわからない。ハイドロポンプ。もう一回だ。ハイドロポンプ。うん、ギリギリ生き残った。足らない。バック回復の薬当てない。もう一本治療すべく。そしてアポロギャラドスに使います。暴風。足らないってとこ。はい、こっちに行きましょう。リモン、プロスアンキー、どうも強いチャンピオンかもしれないね。そうだよ、アンチで勝つことで僕からの歴史に刻みますよ。戦う。ガルドボルト。次で止めか。OK。 ガルドボルト。よし。特に勝った。これは何かのミスで、だって僕はジムリーダーですよ。ありがとうございます。あなたをチャンピオンとようやく認められますよ。悔しいんですが、自分に足りないものが分かりました。僕はもっと強くなりますよ。フェアリータイプを極めますから。僕にはビートのレアリークカードをもらった。邪魔にしまった。ではジムリーダーとしてジムスタジアムをきれいにします。今のポケモン勝負ピンクがたっぷりだったじゃないか。ポプラのリーグカードゲット。ジムチャレンジャー権利を奪われてもトーナメントに乱入したり、あいつたくましいな。ジムリーダーとして認められたのもなんとなくだけどわかるぞ。ビートも正直うざいけどトレーナーとしてはすごいよな。真面目だからね。ああ、ポケモン勝負を見て一度努力してるのわかったぞ。
君たちがおしゃべりするならこいつでも用意しますかね。よし、負けられないぞ、次行くぞ、次。グリーン、これで一通りスタジアムは全部回れたんじゃないか。あとはシーソーコンプとやろう。ふん、捕まえるだけですね。あいつら何とかしないと同じことが起こるかもだもんな。コンビの道はソニア博士が切り開いてくれてるんですね。あいつら次会ったらズバッとやってギャーンだぜ。ピピピピ。グリーン、スマホロトム、きっとソニアからだ。あ、グリーン、私ソニアよ。疑心。やっぱりな。シーソーコンビが入っていったナックルスタジアム。エネルギープラントへの扉。扉のロック解除できそう。もうすぐ中に入れるよ。いい？ナックルスタジアムだからね。ナックルスタジアム、早く来てね。ソニアの声、電話越しでも元気だな。では急いでナックルスタジアム向かいますか。めちゃくちゃ光ってる。あれ今特にここに置いちゃったわけでもない。タウンアップでナックルスタジアムの方に行きましょう。はい、レポート、開放してからですね。間違えた。左の方からここでこの場所でナックルスタジアムでシーソーコンビと激突、最終決戦みたいな感じになるんでしょうかね。うん、そこはすごい楽しみですね。お、いた。あ、もう来ちゃった。ちょっと待って。あともう一息なんだけど。あれ、おかしいな。ヌヌワン。ヌビリービリービリー。え、あ、開いた。さすがワンパチお手柄だよ。ヌフン。シソコンビはここに気をつけていきましょう。よし。前ブラックナイトもいたような場所。おやおやおや、扉のロックも破られ、各地のスタジアムの騒ぎも解決されたようですね。さすがはチャンピオン。お前たち褒めて差し上げなさい。パチパチパチ。何ですかこいつら。君が悪いですね。どうしてポケモン勝手にダイマックスさせんだよ。すべては偽りの伝説、ザシアンとザマズンダの本性を暴くため。ロシアンとザマゼンダはガラル町を救ったんだぞ。愚か者め、これまで我らが英雄の血族として称えられていたのに、貴様らが無限大なからガラルを救い、そこの娘が本難を返したせいで、そうだそうだ、恥を知れ。真の英雄はポケモンだと、突然歴史が覆った。では、我らは何なんだ、ご先祖様が嘘つきだと。やっぱりあんたたちガラルの王族だったのにね。その通り、今までも、そしてこれからもね。これまで通りの歴史が正しい歴史なのだ。ポットでの英雄などすべて虚言。違う、本当のことだから。私の考えではザシアンとザマゼンダは遥か昔からガラル地方を守ってきたんだ。ではどちらが正しいか試すとしましょうか。真の英雄ならばガラル粒子を強引に注入しても瀕死的にいられるはず。なるほど。今回のダイマックス騒ぎはせめてそのための実験だったと。まさかザマゼンダたちも暴れさせるつもりかよ。今さら理解したところで、可愛い弟が上で最後の準備をしていますよ。させないぞ。ノンノン、リフトで上に行きたければ我々を倒してから行きなさい。あ、ここでちょっとレポートを書きます。よし、ポケモン勝負のために育てたポケモンをお見せしましょう。ポケモントレーナーの人が勝負を仕掛けてきた。ネギがないと。あ、そっか、最初無限ダイナになってる。無限ダイナ戦う。
効果あり。ダイマックス砲、いけー。おー、すごい。もう一回ですね。ダイマックス砲。フィールド、これはイエルです。フィリッジちゃん S バンキー戦う火炎棒よし、ノーダメージで2体倒せました。グソクメシャ、グソクメシャってこのまま行こう。戦う展望赤ブレイク、あ、そっか、こいつ使いやつか。次は無限ダイナ、ダイマックス解け、封じか、あ、ちょっと残っちゃった。ケア、キーポンヒ。ジャンギリ。戦う。解放してけー。よし。一発。グソクムシャ。そのまま。そう、逃す、急がずとも良いですし、のんびりと楽しみましょう。解放していけよし。よし、勝ちました。我のノーブルなポケモンたちが12,800円手に入れた。なんと負けてしまいましたか。みんな追い返した。上に行けるぞ。グワー、今の声って、あ、弟に間に合ったのですね。上がりますか。ん、あ、弟に間に合ったのですね。回復させてから雑誌なんてザ・マゼンダがもしや暴れ出してしまうのか。ちょっとレポート書こう。ふはは、やった、やりましたよ、兄者。口たたてに釣られてやってきた小奴めに、ガルル粒子を注入してやりましたよ。ぐおー、が、ぐおー。そんな、ざまぜんだ、苦しそう。俺が口たたてを奪われたせいで、誘い込まれたんだ。
さあ、己の凶暴性をさらけ出し、偽りの王であると自ら証明しなさい。ガー。ひょえ、お、弟よ。は、我ではない。町へ繰り出し、破壊の限りを尽くすのです。ぐるー。必死で自分を抑えようと、でも制御できないんだわ。ざまぜんだ。これまでみたいにおとなしくさせたいですが、相手は暴走しかけた伝説のポケモンです。捕まえようなんて考えない方がいいですよ。悔しいけど、どうにかできるのはきっと、グリーンだけだぞ。周りの人たちは俺たちが守る。グリーンはざまぜんだ。おとなしくするのに集中だ。グリーン来る。うぎゃーぐ、こぐ。お、これで伝説のポケモンとの戦い、始まりました。不屈の盾。一回ちょっと、倒してしまってもあれなんで、火炎放射で攻めてみます。竜の波動で およし、ここでもう行きましょう。伝説のポケモンといったらあのボールですよ。使う、そう、伝説のポケモンといったらマスターボール、マスターボール、いけー。あ、ボール投げることできない、投げることができなかった。そう。そしたら倒しちゃっていいのかな？モンスターボールも投げられない。あ、じゃあ、倒してみます。あ、その前に負けちゃいました。じゃあ、エースバーンですね。エースバーン行きましょう。火炎ボール、あまり食らわないな。火炎ボール、やけど負ってるんで、ちょっとずつダメージを。これ使えないんですか、本当に。あ、ダメですね。じゃあ、変ボール。多分これでもう倒しましたね。やけど合わせて。あ、もう普通に倒れました。59、あ、まさかここからダイマックス化するとか。ふうふう、ザマゼンダ大丈夫か。ホップ危ない。おお、ザシアンが来た。おお、ザシアン、ワッフ、ババブー、助けてくれてありがとうな、ザシアン。まだ力が制御しきれてないんだ。グリーン、俺心配だ。ザマゼンで追いかけるよ。それはザマゼンダのだ。返してもらうぞ。あ、ホップは口たたてを取り戻した。ゴーん、ギャー、お、お願いです、弟を傷つけないで。ザシアン、ザシアンはグリーンをまっすぐ見つめている。お、言葉が通じなくても気持ちが伝わったのか。
さすがチャンピオン、あの時代を収めましたか。そしてあのポケモン、君を待ってるみたいですよ。これ一回落として、でポケモン回復する。そういく少し、S1、オッケー、行ってみましょう。よし、ダシアン、グリーンを穏やかな目で見つめている。本気のダシアンを捕まえるため、口座剣を構えますか。はい。ほー、あ、これで戦いが、ダシアンが現れた。ついにザシアンとの決闘ということで、果たしてゲットできるんでしょうか。ザシアンの目が本気の色に変わった。戦う、一回竜の波動で使ってみましょう。がない。じゃあ火炎放射使ってみましょう。お、結構食らうな。じゃあここでマスターボール。伝説のポケモンといえばさっきもうお伝えしてあるんですが、そう、伝説のポケモンといえばマスターボールでゲットする、それがグリーン流です。はい、マスターボール、いけー。これは必ず捕まえることができるボールなので、オッケー、ザシアンを捕まえたぞ。経験値をもらった。ポケモンのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。歴戦の勇者、伝説の英雄と呼ばれるポケモン、金属を取り込み、武具に変化させて戦うのがザシアン。ザシアンですよ、ゲットできました。よし。友達に加える、もちろん。そしたら、そうですね。アーマーガード。答えでバックへ預ける。すっご、本当の王様に認められちゃった。あ、桁書き戦いでした。真の王が誰か、そればかりに断っていた自分たちが恥ずかしい。そこのトゲトゲ頭、相変わらずまだ鳴ってないですね。アニーザと共に罪を償います。しかるべき場所に案内しなさい。反省しているのはなぜ上から目線なんですかね。やれやれ。グリーン、君がチャンピオンになった理由が分かった気がしますね。ただもう呼ばないでくださいよ。君から会いたいってことはトラブルってことでしょうからね。メスのリアルリーグカードもらった。トニー博士、許してくれとは言いません。それでも騙していて本当にごめんなさい。最初は悲しかったけど、もう大丈夫です。あなたのおかげでいろいろ勉強になりましたし、あ、これ皮肉じゃないですよ。うふふ、それでは博士頑張ってくださいね。これでシーソーコンビはいなくなったと。さてと、悪いことした人はいなくなったし、あとはザマゼンダが無事ならいいんだけど。ピッ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 。グリーン、スマホロトム、ホップだったりして。あ、グリーン、俺今さ、わ、落ち着けって。キャンーン。へへ、聞こえたか？ザマゼンダも一緒だ。大丈夫？ザマゼンダが暴れて大変だけど、なんとか。グリーンの近物を借りたい。来てくれ。いいか、まどろみの森の奥で待ってるからな。にやかやん、かわい。
遠くにいても相変わらずだね。おー、ボールの出したも相棒が心配みたい。ホップとザマーゼンダーが待つマドミの森へ行きましょう。でもザシアンをこっちにしてマドミの森に行きます。一回回復した方がいいですね、モンスターボールのポケモンたち。あ、そっか、ここでも回復できるんだと。ママに会って回復します。よし、ほど、じゃあ奥の方に行きますか。マドロミの森を、いた、ホップの色、森の奥まで送ってあげようか。はい、よし、行こうか。お、来た、ザシアン、ザマゼンダか、ザマゼンダがいる。目の色が黄色い。よしよし、もう大丈夫だぞ、ゴー。お前なら自分を抑えられる。だってガラルも守った真の英雄なんだぞ。うーうわん。おお、落ち着いたか。やった、すごいぞ。ちょっとホップ、ポロポロじゃないの。来てくれたのか。ザマゼンダ眺めるのに夢中だったからな。はあ、伝説の英雄を生身で抑え込もうとするなんて無茶すぎて呆れる。うおー、嬉しそう。うん、最初は本当大変だったからな。え、本当にいいのか。ザマゼンダなんて言ってるの。俺を認めるって俺のポケモンになるってそう言ってる気がする。本当にやばすぎ。本当にいいんだな。じゃあ行くぞ。それホップはザマゼンダを捕まえた。あんたってマジですごすぎだって。俺だってまだ信じられないけど、でもさ、おかげでなんか吹っ切れたぞ。グリーン、お願いがある。ウィートマネじゃないけどさ、俺ともう一度勝負してくれないか。すべてが始まったこの場所、マドロミの森で。お、こういう展開なんですね。ライバル同士の最終決着ということで、マゼンダ認められるホップは気取って5倍に万全の状態で勝負に挑むんだよ。準備が必要な森の入口まで送ってあげようか。はい、あ、準備が必要ならそういうことか。これはこのまま戦いましょう。グリーン、真剣勝負だぞ。準備はいいのか。グリーン行くぞ。ホップが勝負を仕掛けてきた。バイウーブー、こっちは雑誌案を出します。おお、剣が口にくわえててかっこいい。よし、やるぞ。グリーン、手加減なんかするなよ。不動の剣、戦う聖なる剣。おお、願い角で切りつけ攻撃する。相手の能力変化に関係なくダメージを与える。強そう。しかも効果抜群。おお、強い。一撃で倒しました。手持ちに無限ダイナとザシアンがいる。最強すぎ。目標だった兄貴がチャンピオンじゃなくなってさ、俺何を目指せばいいか分からなくなってたんだ。もうあれですね、もうホップは吹っ切れたような表情で、聖なる剣、これも効果抜群。これも一撃。オリランダー。あ、入れ替えないです。グリーン、ソニアも自分の道を進んでるだろ。俺だけ置いてかれてるみたいで焦ってたんだ。オリランダー。戦う。
よし、これもシニアル進行でいきましょう。強い。今回も一つの枝。よし、これでいこう。そうする、回復の薬使った。使う。気になる次、オッケー。強すぎる、ダッシャン。あ、チンギ。グリーンやネズさんとポケモンたちを助けてさ、俺も誰かの役に立てるって分かった。チンギを出した。次にある刺激。ビビリチクチク。次にある剣一本で。次はザマンデンダかな、出してくるの。アマガか。畜生やったな、でも楽しいぞグリーン。よし、これもしない剣。よし、あと一発。あ、一回回復しとこうかな。回復の薬。あ、まん。よし。これを一回使って。よし。で、次で、聖なる剣。次がザマンデンダー出してくるのかな。お、来たー、ザマンデンダー。ザマンデンダー対ザシアン。結局つけちゃうんで、ずっと決着つけないで、そんな不思議な気分だ。グリーンもそうだろ。うん。お、なんだかくすぐったいけど嬉しいぞ。これで剣と盾の戦いですね。ソード&シールド。これも、いよいよ、クライマックス。不屈の盾。同じ、獣同士。あ、聖なる剣。効果抜群なんですね。いけ聖なる剣。あ、巨獣団。巨獣団の方が早かった。聖なる剣、イエイ。わっちの方が早いから次やられちゃう可能性があるってことなんですよね。バックで、そうですね、回復の薬使った方がいいかな。うん。で、巨獣団使ってくる。よし、次でとどめをさせるか。戦う。くらえ、好きな剣。その前に巨人さんが来る。これを生き延びられれば、好きな剣でとどめをさせる。やられたまさかのザッシアン、やられる。じゃあ、出してやられたんで、無限大なので行きましょう。戦う。行け、火炎放射。最高ファング。よし。
ケモントレーナーでホップとの処分勝った。お前がいて兄貴がいてくれて俺は強くなるぞ、サンキュー。すごい清々しい戦いでした。勝ちました。さすが三強のチャンピオン、グリーは強いよな。でも今までと違って負けても清々しいぞグリーン。俺夢ができた。世界中の困ってるポケモンを助けてあげられるポケモン博士になりたい。みんなとスタジアム巡ってさ、ポケモンたちを助けていくうち、そう思えるようになったんだ。まだポケモンの知識とか経験が足りてないから、これから勉強していく。そしていつかグリーンやソニアが誇れる立派な博士になるぞ。グリーン兄貴とは違う道を進むけど、これからもライブラリで行ってくれよな。楽しみにしてる。あ、これはもう、固い友情で結ばれた。おう、約束だぞ。ああ、もうずるい、青春しちゃってさ。うるっと来ちゃったじゃん。ソニア、年取ると涙もろくなるらしいぞ。はぁ、なんですって、まだピチピチだし。ホップ、あんた研究所で私の助手しない？え？本や資料もたくさんあるから、ポケモンの知識つけ放題。博士を目指すなら私が勉強見てあげるし。絶対やりたいぞ。でもいいのか？もちろん、助手さんいなくなって困ってるから、とこき使うわよ。そっちが本音かよ。でも俺頑張るぞ。グリーンも応援してくれよな。グリーンはリーグカードをもらった。おーいおいおい、素晴らしい戦い、また来た。そしてフレッシュなやりとりでした。おーいおいおい、痛く心揺さぶられ、え、ソットとシルディ、ネズさんに兄貴まで、どうしたのよあんたたち。おっと小娘よ、騒がずともよい。我々グリーン様に会いにやってまいりました。様なんだね。もうこのタイミングでこいつら直接謝りたいと聞かなくてですね。俺はお目付け役だ。一応ガラルの元王族だからな。委員長の仕事の引き継ぎでタワーにこもっていたが、お前らお手柄だったぞ。そうなんだよ、そいつらがダイマックスをバーンってさ。我々そのことについては本当に後悔しております。自分たちの保身のため罪のないポケモンを傷つけ、多大な迷惑をおかけしました。しかしグリーン様はそんな傲慢な我々を助けてくださった。ダイマックス級の器の大きさ、あなたこそ王にふさわしい。どういうでかい。だから王様はザシアンとザマゼンダなんだってば。いえ、王を誇るなら、王を譲るならグリーン様以外ありえぬ。うん、見れば見るほどセレブリティな佇まい。グリーン、変なのに懐かれちゃったな。おっと、時間ですが、名残惜しいですが我々はそろそろ追い飛ばしますよ。迷惑をかけた方々への謝罪ツアーが待っているのでね。謝罪ツアー行く。それではグッバイ。はははは、おい、勝手に行くんじゃないですよ。ホップ、なんで兄貴、チャンピオングリーンとのポケモン勝負見てたぜ。本当に強くなったな。まずリザードン出して参加するところだった。いつもリザードン出したがる戦いに。ホップ、自分の進むべき道を見つけたんだな。兄貴として、いや、お前のライバルとして応援してるぜ。うん、うん。こうやって待って。へえ、あのダンテが褒めるなんて、ホップの語彙力足りてないけど、へへへ、うるさいな、へへへ。さて、それじゃあ私たちも、おう、誰が先に森を出るか競争だぜ。おお、すごい、すがすがしく、ね、ポケモンのクライマックス、このような感じで、青春っぽい感じで、いいですね。うん、あ、若いって素晴らしい、みたいな感じの、割り方、ザ・エンド。うん。To be continued じゃなくて The End なんですね。お、ガラル地方を冒険してもっとたくさんのポケモンを探して捕まえよう。シュートシティでバトルタワーやトーナメントが開かれているぞ。今まで以上に手強いトレーナーたちに挑戦だ。おー、こういう感じでポケモン、ね、ザシアンもゲットできて、あ、ザシアンってフェアリータイプなんですね。大昔の英雄が最悪を打ち払ったと伝われる剣だが、今は錆びてボロボロになっている口立ち剣っていうのが持ち物になってますね。やんちゃな性格、タワートップレベル7の時に出会った。よし、
このような感じで、ポケモンソードザッシャン伝説のポケモンザッシャンへの道のりということでお届けしてまいりましたが、これで物語は終了ということでしょうかね。はい。見事あの伝説のポケモンをゲットすることができました。はい。いやー、ポケモンはやっぱりそのなんて言うんだろうな、冒険する心、そうですね、探検していく、新たなポケモンと出会い、新たな人々と出会って、で主人公が成長していくという素晴らしい物語になっていました。はい。そうですね、やっぱりその冒険する心はいつになっても、まあ子供や、まあ、大人関係なくずっと、まあ生きている限り続いていくものなんだなということをポケモンを通して感じる日々でございます。はい。ちょっとなんかスピーチみたいになっちゃってるんですけど、はい。いやー、本当に勉強させてもらうことが多いですね。例えばなんかコイキングがまあすごい弱いポケモンなんですよね、ポケモンの中では。まあ跳ねるしか使えないし、でも成長していって進化するとギャラドスに変われるんだよっていう、強いポケモンにもなれるんだよっていうことを教えてくれたりとか、うん、そうですね。まあポケモンの技の中に眠るとかっていうのもあるんですけど、眠ると状態回復できたりとか、ね、毒とか浴びてても火傷しても治っちゃう、ね、眠るってすごいんだなっていう。それはもう何て言うんだろう、自然の行動なんですけど、そういうのが意外と一番強かったりとか、まあまあ前回もお伝えしたように、やっぱいろんなタイプ、水とか火とかいろんな、まあ種族を揃えると強いというか、いろいろな人とチームを作ると強いっていうこととか、逆に専門チームみたいな感じで火タイプだけ集めると逆に強さを増したりとかっていう、いろんなことを教えてくれる、うん、そうですね。ポケモンはそうですね、いろんなことを勉強させていただけるものになっていました。長くなりましたが以上です。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。